どうもラートです。ということでシーズン6がやってまいりましたね。はい、ということで今回のねシーズン6なんですけれども、まあ、カラフルピーチさんのコラボということで韓国かくれんぼがなんと半年ぶりにアップデートされましたということでやっていきたいと思います。いや、めちゃくちゃ来ましたね。めちゃくちゃ来ましたねっていうか、まさかのね、まさかのもう一回来るとは思わなかったよね。はい、まあ公式アンバサダーなので、まあ関連こう脱獄高校プロとね深く関わっていくっていうのはなんとなくねあったと思うんですけども、2回目のまさかのシーズンでコラボが来るとは思わなくて、まあ予想外の展開ということでやってきました。ということで見ていきたいと思います。さあ、ワンダーキャッスルということで新マップですね。今回めちゃくちゃ広いんだよね。はい、気になってた新マップやっていきたいと思います。はい、いや来ましたよ。まあね、この今ね僕が撮影しているタイミングではですね、スキンの能力無効化されてるので、まあユニバース使ってますけど、まあ、能力は無効化されています。なのでスキンは関係ないですね。でね、僕はね1回だけやったんですよ、この撮影前にね。うん、韓国かくれんぼね何回かやったんだけど、なかなか新マップが来なくてね、そうまだ1回しかできてないんですけど、ね効果音とか BGM が全部新しくなっててね、このワンダーキャッスル仕様になっててめちゃくちゃ嬉しいなと思います。皆さんもねぜひやってみてください。来ました来ました。これねギリバレてないのかな、ギリバレてないね。これね監視が近づいてるからねびっくりしてね、バレてるかなと思ったけどバレてなかったね。よかったよかった。ということで宝箱を運んでいきましょう。いや、そこにもあるけど、そこにある。あ、でもまずい。いや、すごいね、このサイレンの音も変わってますね。で、この看守が今回ね新しい、なんだっけ、コアガールだっけな、怖いなんちゃら名前忘れたけど、なんか新しい看守なので、それもねこう居場所が見つからずにダメージ食らうみたいなサイレンになっていますね。これバレてる？まずいかな。近くにいたけど来てないですね。オッケーオッケー、いいんじゃない？さあここで全部入れて、やばいサイレン鳴ってる。まあでも居場所はバレないからね。ちょっとでも ダメージは食らいたくないから、一応ロッカーに隠れて、さあここで鍵を作っていきたい。ここで鍵を作るよ。めっちゃ殴ってめっちゃ殴って、ここで、でも監守絶対近づいてるよな。監守は絶対近づいてるから危ないけども、間に合うかな。鍵さえ作れれば OK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  鍵持って、あれ鍵持っててない、鍵持って OK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 。 あーでもこれ鍵落ちちゃうのか、ちょっと全然やってなかったから忘れてたわ。鍵も落ちちゃうのか、殴られるとまずいな。やばいやばいやばい、体力ねえな、やばいやばいやばい、ちょっとこれは失敗かもしれない、作戦失敗かもしれない。一回避けたけどこれちょっと無理かな、まずいかな。あー無理だな。二人復活してるからチャンスかもしれない。あ、そして鍵もやってくれてる、ありがたい。いや、めちゃくちゃ優秀というか、いい感じの展開だよ。うわー、ゴール手前でやられてる。ちょっとこれは痛いな。これいけるか、監守どこにいるんだろう。監守の場所がわからないけど、いなそうだね。いけんじゃない。あ、いいよ。オッケー。でもゴール前か、多分ゴール前にいるのかな、これゴール前にいそうだね。助けたいけどこれはちょっと体力的にも厳しいかな。申し訳ない。でもこれ成功だよね。これ倒れてても脱獄成功扱いになるよね、確か。ちょっと記憶曖昧だけど申し訳ない、助けられなかったのは申し訳ないですね。ということで、まあ、1回目ラート的には脱獄成功しました。はい、ということで新マップ皆さんも遊んでみてください。さあ、ということで、これから何をするのかと言いますとですね、見てください、ダイヤ789ということで、ラートが脱プロ1年かけて貯めたこのダイヤを今回消費していきたいと思います。初消費ですね。はい、初めてです。
基本的にねシーズンパスぐらいしかね課金してなかったので、ガチャもねあんまりこう課金してガチャとかも回さなかったので、まあ1年かけてダイヤが溜まったという感じになります。まあね1周年ガチャでだいぶ溜まったよね。はい、ということで今回はこのガチャじゃないやダイヤを使ってレジェンドノアを購入していきます。はい、いやーまあ、カラフルピーチといえば、まあね、ラートはね、ノアさん推しということをね、散々言ってきたわけなんですけれども、ここで買っていきたいと思います。あのね、ノアさんとジャパパさん LG はあるんだけど、ちゃんとエピック版もあるんだよ。エピック版もあるんだけど、まあ、その強化版として LG があるんですね。はい、ということで交換していきます。来ました。これがね、1年かけた結果です。1年かけて購入したものがねレジェンドノアということで、はい、こちらですねあのエピック版の、まあ、強化版ということで、攻撃力が少し高いっていうのと、サポートが違います。アニマルサポートがなんとアイスクリームを2倍にするということで1個から2個になるスキンとなっています。これめちゃくちゃ強いよね。はい、ということでせっかくノアさん購入したのでスキン使ってバトルアイやっていきたいと思います。はい、ということで見てください。アイスが2個持ってます。めちゃくちゃすごいな。これだってあれだよ、2個使えば HP マックスぐらいまで回復できちゃうんでね、めちゃくちゃ強いなと思います。はい、そしてお気づきの方もいるでしょう。これね通常のバトラーなんですね。あのガチバトルじゃないんですよ。ということで今回のアップデートでバトロワでもねイアル遺産なんだっけ、イアル砂漠遺跡か、遊べるようになったということで、まあやっとだよね。まあ新マップが発表された時点でね、このマップが発表された時点でね、通常のバトラーでも遊べると思ってたんですけど、なんとガチバトル限定だったので、ついに来たかという感じになります。はい、ということでね、通常のバトラーでもイアル砂漠遺跡が遊べるようになったということで、そして新しいスキンも買ったということで遊んでいきたいと思います。いやー可愛いね。皆さんはカラフルピーチ誰推しなのかね、教えていただきたいところであるんですけれども、僕はねノアさん推しですね。このランマネでもねノアさんのボイスのねスキンがあるんですけど、そうあのランマネでもねこのノアさんボイスにスキンを使ってるんですが、脱獄ごっこプロでもねノアさんスキンをゲットしました。はい、まあね唯一ゲットしてないのはね囚人スキンですよね。囚人バージョンのねカラフルピーチのスキンはね一体もね実は持ってないんですよね。はい、いけるかこれ。あ、いけそう。なんかこっち狙ってないな。オッケー。よし。危ない。いや、当てたいけどな。当てられるかなこれ。難しいな。スーパーニムライテム、リロードが長いから、無駄遣いはしたくないけれども。グレネード、オッケー。グレネードと。やばいな。仲間が体力少ないし、一人やられちゃってる。これはまずい。まずいな。グレネード使っちゃった、全部。いけるかこれ。いや来てるな、まずいな、来てるな。うわ、やられちゃった。外しちゃったし、やばい。ピンチ。これアイス2個あるから1個全然使えるよ。オッケー。インパルスで回避して、まずいなこれ。アイス使って、オッケー。いいんじゃない。いや、うますぎでしょ。ちょっと待って、いやそれはちょっと予想外だわ。予想外すぎた。これはまずいな。ということで、ちょっと負けちゃいましたね。ということで、次回こそは、レジェンドノアを使って勝ちたいと思います。今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。